みんなでね、ラインライブで勝ち取ったブラックバニーズの撮影日です。もうやったらね、最初予定決まってたんだけど、やっぱりこの梅雨っていう時期でもあって雨が降ってしまって、この長引いてね、今日になってしまったんですけども、もうやっと撮影です。で、今からね、朝の準備をしていくんですが、メイクはね、ベースメイクのみなので今日は簡単な準備です。で、髪型も多分ね、ヘアメイクさんついてるから、髪も多分このままで、前髪を整えるぐらいでやりたいと思います。ってことで、もうね、時間もそろそろなので、ベースメイクやっていきます。ちょっとこれ新しいヘアバンド欲しい気もする。これパフ洗わないとだ。ちょっとパフ洗っていきます。で、今日はね、モーニングルーティンとかじゃなくて1日密着していきます。なので、もう夜まで撮影してる風景、あと夜も撮っていきます。いや、なんか久しぶり1日密着とか、まあ、ずっと自粛でできなかったからね。綺麗になった。もうこういう完成感、メイク多いかも、これで。ってことで、メイクもこれでね、ベースメイクのみなので終わりました。これで、じゃあ次は髪の毛やっていきます。もうね、時間の方がやってきたので、早速ね、現場に向かっていきます。じゃあ、行ってきます。ヘアとメイク完成しました。なので今からね、早速撮影に行きたいと思います。
で今家に帰ってきました。いやね、今回は LINE ライブで1位を取ってモデル撮影っていう感じだったんですけども、やっぱりそのユーポンがゲットしたってわけでもなく、やっぱこうみんなで一緒にゲットしたモデル撮影だったのですごくね楽しかったです。であとやっぱり初めてのモデル撮影だったので手のポーズとか足のポーズとか結構迷ってしまったんですけども、いやでもねすごい楽しかったし貴重な体験をさせていただきました。皆さんありがとうございます。でこちらはねブラックバニーズさんのウェブの方で掲載されるのでぜひ皆さん見てください。ということで今日は一日お疲れ様でした。とってねこちらの服なんといただけました。本当にありがとうございます。いやもうマジでブラックバニーズさんの服めっちゃ可愛くて、うわこれ欲しいな欲しいなと思ったんですけども、いただけちゃいました。もうすごく嬉しいです。絶対ねもう動画でたくさん来ます。ありがとうございます。ということでチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではおつぱん、バイバーイ。Thank you.